司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。相続を経験された方で後悔していることといえば、重要書類の保管場所を聞いとけばよかった、遺言書とか通帳、実印等どこに保管しているか事前に聞いとけばよかったということが挙げられます。事前に聞いとかなければ、どこの郵便局、銀行に預金があるかもわかりませんし、遺言自体も出てこなければ書いてないのと同じになります。事前にその場所を聞いといて、全財産がどれだけか把握しておくべきだと考えられます。司法書士の重森でした。